こんにちは、今日はダブルタッチの練習法を3つやりたいと思います。まず最初にダブルタッチで横に移動していきましょう。2つ目は、シザースから、ダブルタッチやってみましょう。シザース、ダブルタッチ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 。3つ目、スライドからダブルタッチやってみましょう。スライド、ダブルタッチ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 。3つの、練習方法をぜひやってみてください。この時期に、ダブルタッチを習得していきましょう。ではまた明日。